皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギターの講師でもある歌い手の滝沢克也でございます。滝沢克也と石川美穂です。2人で歌い手ということで、何気にですね、アフタービートギターチャンネルの方で動画をアップロードしておりませんが、歌い手着々と、活動させていただいております。はい、最後にですね、スタジオライブツアーを行ったのは去年の10月ですかね。気がつけば半年経ってしまったんですけれども、あの時参加してくださった方々本当にありがとうございました。とても楽しい時間を過ごさせていただきました。今年も歌い手来ないのかななんて思っている方何気に多いかと思うんですけれども、行くぜ行くぜ。なんとゴールデンウィーク、予定がバッチリ決まっております。歌い手とまた巡業スタジオライブツアー始まるぜ、イエーイというお知らせ動画でございます。日程を軽くお話しさせていただきますと、4月の28日仙台、仙台4月の29日宇都宮、4月の30日新宿という感じの、日程でございます。その、ね、3日間ね、仙台、宇都宮、新宿っていうこの謎の距離感ではあるんですけどそれぞれ、ね、都合が、合う方はぜひ遊びに来てくださいという感じでございます。なんていう日程を聞いて、まあ関西圏の方々はね、なんだよ関西来ねえのかよって思ったかもしれないんですけども、そんなことはない。ゴールデンウィークの巡業こんな3日間だけで終わるわけがねえぜ。終わらせない本当です。その翌週もですね、まだまだ行きます。5月4日、静岡県浜松に、向かいます。そして翌日の5月5日は名古屋、その翌日の6日は大阪、その翌日の7日は神戸に、降り立ちます。なのでね、関西の方もがっつりと、遊びに行きますということでございますよ。まあね、そこから先の方はね、まだちょっと今回は、予定はないんですけれども、とりあえず神戸までは、ガツガツと遊んでいきたいなと思いますので、よかったら参加してくださいませ。予定開けてくれよ、よろしくな。よろしくお願いします。そして、今回はですね、毎回恒例になるんですけれども、事前申し込みは、必要ございません。もちろん参加費の方も無料でございます。もう当日暇だからと遊び行こうかなみたいな感じで遊びに来て、全然 OK、今お誘い合わせので、ぜひ遊びに来てくださいませ。ただしあの無料でいいんですけれども、あの我々もちょっとね、あのいろいろ交通費とかね、お金がすごいかかってしまっているので、ちょっとこの、ね、お気持ちというか、その寄付といいますか、乾杯をいただけるととても嬉しいなという感じでございます。一応、まあ、目安として1000円、あの1000円以上いただいた方にはこちらからお気持ちとして、グッズをですね、あのステッカーとか、そういったグッズをですね、プレゼントさせていただいておりますので、よかったらご協力いただけますと幸いでございます。そして我々のグッズもですね、あの CD とかタオルとかですね、シャツとか、シャツは持っていかないので、今回ステッカーとか、そんな感じのグッズもですね、持参しておりますので、まあ、もしよければ、ご協力いただけますと大変に助かります。よろしくお願いしますということでございます。そしてもう一つ、事前にお知らせさせていただきたいことがありまして、5月13日巡業初日というか、初日の週が終わって、翌週も関西が終わって、その翌週、橋本、我々の地元神奈川県相模原市橋本の HK ラウンジという大きい、ホールでですね、ワンマンライブを行うことが決定しました。よろしくお願いします。またワンマンライブするぜ。今回もですね、またちょっとこの大きい、ステージでですね、皆さんと一緒に楽しい時間を共有していこうかなと思いますので、ぜひ都合つけて遊びに来てくれよ。土曜日だぜ、ぜひ遊びに来てくれよ、よろしくだぜ。そんな感じでございます。他に何かいいことあったっけ。大丈夫ですかね。そんな感じでございます。今回も巡業、いろんな方とお会いできることを心より楽しみにしておりますので、本当に、ぜひお気軽に、友達をお誘い合わせので遊びに来ていただけるとすげえ嬉しいぜ。よろしくお願いします。はい、ではでは、詳しい時間とか場所に関してはホームページの方をご覧いただいて、チェックをしてみてくださいませ。ちょっと動画だと話が長くなってしまうので、ちょっと、概要欄の方からホームページに飛んでいただいて、時間と場所、しっかりチェックをして、時間間違えないように、気をつけていただいてご来場くださいませ。よろしくお願いしますということです。はい、それでは滝沢克也と石川美穂でした。そんな感じで歌い手でございました。じゃあまたね、さようならそうですまた違うのでお会いしましょう。さようなら。そして僕ら今